ああ、斜めになっちゃった。はい。ああ、ダメだ。はいはいはい。皆さん、どうもこんばんは。おはようございます。こんにちは、こんばんは。何言ってんだろう。今回、お餅投げ行ってきましたよ。上棟式。近くでお家が建ったので、新しく。あそこの上棟式の方に行ってきました。はい、お餅投げ。楽しんできましたよ。で、まあ、ドワーッと出しますと、こんな感じでね、あるんですが、まあ時々こういう石も入ってたりするっていうね。はいはいはい。ということで、なんか入ってないよね、もう。で、まあ皆さんのところはどうかわかんないんだけど、まあ、こういう感じで、新しく家が建つと、建前ということでね、お餅の方と、お菓子、そしてお金を投げます。他にもね、おもちゃを投げたりとかもプラスでするところもありますが、まあ、今回のところは、まあ、お餅、お菓子、お金ということで。はい。ね。まあ、皆さんのとこわかんないんだけど、最初に炭餅っていうものを投げるんだけど、もうどうでかくてね、500円玉ついてるやつね。はい。超でかくて500円玉が真ん中についてます。まあ、それね、今日、お父さんなんか撮ってたからね、びっくりしたんだけど、ツイッターの方にちょっと写真の載っけようかななんて思ってます。で、今回はね、数数えてみようと。とりあえず、まあ、お金は後にしといて、実は今日、お菓子これしか取れなかった。まあ、いろいろうまい棒とかね、あと、まあ、50円ぐらいの なんだっけ、キャベツ太郎とかね、いろんなの、投げてたんだけど、あと最後にね、もううまい棒、こんなでかいさ、うまい棒100本ぐらい入ってるやつ、あれも投げてましたが、僕は取れませんでした。はい、ってことで、ちょっと待って、なんか1個空いてんだけど、どれ、やばい、あまあ1個空いてんだけど、まあ食べれるでしょう。問題ない。新鮮ならね、大丈夫ってことで、白は何個か、赤は何個か、全部で何個かっていうのをね、やっていこうと思います。まず白1個、2個、3個、4個、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17個。18個だ。白18個ね。覚えておいて。バスが何個かいきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ということで、18個と13個だから、白が18個ね。で、白が18個。赤が13個ということで、計算してるよ。18と2、31個ですね、合計31個。いやー、これ潰れちゃった、今踏んでたから。で、お菓子1個に、お金が1、2、3、4、5、6、7、8個。まあお金も8個ということで、まあ、お金の方はね、5円玉とか10円玉とか50円玉とか100円玉入ってることはないんだけど、多分だいたい5円玉とか50円玉が多いよね。まあ、これは10円玉だ。うん。まあ、ちょっとお金をね、こういう場で開けるというのはちょっとふさわしくないと思うので、お金の方は開けないでやっていこうと思います。さあ、1個開いてたのあったよね、どっかに。あ、これ。食べてみようよ。うん。全然汚くないから、ね、大丈夫。これ。いや、懐かしいね。久々だったんで、こういうのも。うん、うまいね。うん。これに醤油つけたり、これをお雑煮にしたりね。うん。まあ、食べ方いろいろで、好きな子につけるもいいし、あんこつけるもいいし。ということで、今回は、ごめん、愚痴ながらね、お餅入ってるんだけど、無理やり飲み込むと、まず詰まるんで、皆さんも、お餅食べるときは気をつけてください。やばい、すっごいこれ。僕今投げたとこさ、僕寝るとこなんだよ。すごいさ、こいつの粉とかさ、石とかさ、すごいから。ということで、まあ、
ご質問ありがとうございました。皆さんも、もし家を建てるときは、まあ、その地域ではやらないにしてもね、まあ、譲渡式やってみてはいかがでしょうか。まあね、こういう文化はね、大切にしましょう。それではね、皆さん、バイバイ。